憧れの昭和長与俊太、大先輩とコンビを組みます。最近は絶好調、村上君に対しまして今大きな拍手が飛んでおります。高等席城之内さん、すごいでしょ。すごいですね。はい、セーブが見つかって痛いのだ。一方変わらずファンの温かい視線を吹きました。赤コーナーであります。さあ、青コーナーの方はどうか。テープ1本、稲川さん飛びませんですよ。すごいですよ、空飛んでるね。はい、はい、どう話かな、これ。すごい人気がいいんだけど、テープこのままで、ね、青コーナー、3人の選手の紹介はしんと引っ張り返っております。小山遊園地スケートセンター。今日のこの会場は宮本さん、はっきりしてますですね。そうですね、とうとう一本のテープも飛びませんでした。はい、あの反応もね、非常にあのよく分かってますね。そうですね。30分日本勝負、果たしてどういった作戦になるんでしょうか。今日はまああのそれこそ断髪元がいないんで安心してね。放送席で稲川さん、言いたいことは何でも言ってくださいよ。今日はね、今日はそれ正直ですよ。はい、しかし分かりませんよ。場外戦になった時はやはり稲川さん気をつけてください。はい、さあ、ゴンが鳴った、試合が始まった。山田、一回先制攻撃でやります。さあ、ダイナマイトキングを捕まえた山田敏夫でありますが、早くもかわされてしまいました。海戦山戦といった感じのダイナマイトキング。おっと、ラリアート、これは空振りだ。そして山田、今度は捕まりました。上からカウントが一つ入りました。久しぶり阿部志郎のレフリングでありますが、果たしてどんなもんでしょうか。ああ、ここまではちゃんとやっているようであります。依然としてダイナマイトキング、今山田敏夫を捕まえております。最近あのさなえちゃんね、はい、この山田敏夫選手は大変な人気でね。そうなんですか。若いんですけどもね、ファンがたくさんついてましてね、将来ね、やはり大物だと思って、あのファンの熱心なね、声援を受けているようですよ。はい、しかし今日はちょっと相手が悪いっていうか、当然赤コーナーの場合はこの山田敏夫選手が標的になりますからね。そうですね、絶対ね、若いですね、ちょっとね、はいはい、早めにね、やはりあのなんとかしなくていけないんですけども、そうそう、今度は山本組子に変わっております。それからね、やはりあの赤コーナーの対象格のクラッシュギャグの長与俊太が右の肩を脱臼してましてね、まだあの完治じゃないんです。心配ですけども、そうですね、ですからあまり出る機会がないと思うんですけどもね、頑張ってほしいです。はい、あの右肩に邪魔とは言えませんけどね。右肩に塩野さん、はいはい、そのあたりですけどもね、長与選手に今日聞いてみたんですが、だいぶ良くなってきたみたいですね。ああ、そうですか。ただまだちょっと腕が完全には上がる状態じゃないんだけども、まあ、状態とすれば今 80% ぐらいだというふうに言ってますね。まあ、今度のハワイ遠征に向けて 100% になるぐらいに挑戦したいと、そういうふうに言ってました。その後ほら、10月の中旬からはね、単身アメリカ殴り込みっていうのもありますから。そうなんですよ、このあたりまでも完全に良くしとかないとね、ちょっと心配ですもんね。はい、はい、その情報も入れておきましょうか。じゃあこの情報を入れておきましょうか。10月12日からですね、先ほど、オープニングでもね、宮本さんからお話ありましたけども、はいはいはい、2、3週間の予定で、テキサス、テネシー、それからダラス、ニューヨーク、そういったところをですね、転戦するみたいですね。そうですか。とにかくあのいろんなプロレスを見てね、いろいろ吸収していきたいと。そうですね、あの持ち前の行動力で勝負してくるというふうに言ってます。はい、もしかするとあのヒールに挑戦するかもしれないと言ってましたよ。なるほどね。あのこの模様はですね、後日、はい、あの放送しますの で, そうです、ね、はい、お楽しみいただきたいと思います。さて、今度は小松美香登場、今日のリング上、これはどうでしょうか。一人の体勢に入りましたが、山本くんと出てまいりました。カウントを入れる今、阿部志郎にね、ちょっとちょっかいを出しました。さあ、ヘッドバット攻撃は小松美香であります。そしてダイナマイトキングをロープにして、どうか、ニューキック、きれいに決まりました。オーダー、そして今エルボーを落としました。さすがにやはり長与俊太登場いたしますと華やかな感じになってまいります。両内が沸いております。両内がよく沸いております。さあ、そしてタイムドライバーか、どうでしょうか。
サイドドライバーがーっとそうではありませんでした。いやー今日のあの場内のねお客様 の反応っていうのは宮本さんすごいですね、本当にね、はい、あのプロレスをね本当にあの楽しんでるというね、大変いいムードですよね。あの熊本でずっとした中であの試合をやったり実況をしてましたんで、今日はまたね大変ですよこれは、ね、はい、はい、お次さん本来の力を発揮するには今少し時間がかかるようであります。やられてます。最初はあの山田千代が当然標的になると思ったんですけども、あるいは今日は青コーナーこのぐらい あの動きですと長谷君さんに対しましても相当にしつこく攻撃を加えるものと思われます。長谷君さんに対しまして集中攻撃を与えるか大きなチャンスであります。さあ髪の毛を踏み出していったら逆転技回転蹴りが止め、これはカウント2でした。さあそして今度はどうか山田千代が出てまいりました。相手は岩本邦子だ。さあどうするか岩本邦子に対しまして、あーフェイスバッターであります。思い切ってフェイスバッター。さあもう一回今度はドロップキック、これはかわされました。そしてどうするか、あーっと回転を一転した山田うまい、ドロップキック入りました。ボディーに着地が入りました。さあ3連発いくか、コーナーに決めて3連発着地であります。山田武士を鮮やか、そして今度は小松美香登場か、小松美香にタッチ、稲川さん小松美香の登場ですよ。一回ちょっとどうだフライングヘッドアタックか、もう読めてました、こういうふうに、いいでしょう。今度はダイナマイトピンが登場しております。大技を確立しております。小松美香どうです、いいですね、いいですね、はい、小松美香いいですよ、いいですね。とにかく小松美香選手は体は小さいんですけども技は大きいし見せますですね。はい、そして今度はワックを取ってバックドロップ。さあどうか、あーっと阿部志郎カントを入れません、阿部志郎のカントが入りませんでした。大きくタッチして今度は長谷君さん一気にサンダー、このままいくか。さあカウントが、あーっとカウントがそうでした。岩本邦子が出てまいりました。あーっとタッチを許しません。さあ、あーっとノータッチで出てまいりました。ノータッチで今、ダイナマイトキング出てまいりました。阿部志郎は何をやっているんでしょうか。そして今度は小松美香、足音の字の体勢に入りました。おーっと、山田と千代の行く。さあ、ボストンクラブの体勢だ。あー、3人が完全にね、リング上。おーっと、稲川さん来ますよ、稲川さん。はい、放送局に倒れております。ヘッドに落ちられました。場外戦が撤回されております。6人の選手がいずれも場外であります。さあ、どうか、場外で体当たり。長いお尻と山田と千代であります。さあ、上がるか、阿部翔の反応が続けられております。放送、あ、今、放送であります。すでに青コーナーは選手が2人上がりました。そして赤コーナーのも今、3人の選手が上がりました。先生、はい、今ね、あの長谷選手ね、はい、クリップ切るんですよ、はいはい、危ないから危ないですよ、ね、大変ですよ、気をつけてください。いやいや大丈夫かな、できるかな、気をつけたんですよね。今相当の勢いで肩つけられましたね、はい、まだ肩が危ないですよ。しかもあの右肩のねちょっとサポーターが外れかかってましたね。阿部志郎が何かまた稲川淳二さんに対しまして、おーっとっとっと、お互いに放送席でリング上でやり合っております。稲川さんもつい興奮しております。もうね、今日感じて、さあさあっと赤コーナーの3人キックは空振りに終わりました。さあ岩本が出てまいりました。そして今ダイナマイトクイーンか、あるいはダイナマイトクイーンか、今度は3人攻撃、これは空振りであります。長谷尾金さんもうまくかわしました。さあ、そして捕まえた新潟を脱出している長谷君さん大丈夫か。さあ、どうぞ飛んだーっと入った。そして山田としても投げました。このままカウントが入る。あーっと3つ入った。鮮やかな連携プレーであります。長谷君から山田と強い。見てと言われております山田の年寄りにとっては今日のこの6人作戦は嬉しかったでしょうね。そうですね、はい、まあ、長谷もね
常に余裕を持ってなんか今日は控えてましたね。はいはい、それにいたしましても今日の小山遊園地系センターのお客様大歓声であります。心技ともに一回りも二回りも大きく成長いたしました JB エンゼルス山崎一輝の盾の取りようが紹介されております。そして青コーナーは注目のコンビであります。この2戦で実力をアピールしたい宇野久子、そして鈴木が両選手です、今日は城之内早苗さんね、はい、待望のあのリングサイドの観戦なんですけども、はい、改めて女子プロレスいかがですか。素敵ですねって言いました。もう見とれちゃうんですよ、ね、もう自分の世界に入ってて自分がやってるつもりちゃうんですね。もうすごいです。あ、そうですか。本当にあの小学生時代、はい、かつて、ビューティーフェアの時代も、はい、会場なんかでは応援したこともあるんですか。それがね、一度もそういう機会がなかったんですよ。で今回が初めてなんで、生まれて初めて、もうすごい興奮しちゃいます。今日は特にあの興奮するようなお客様が隣にいますからね、試合が始まりました。やはりあの宮本さん、JB エンゼルスは期待通りの大活躍ですね。そうですね、まあ、現在コートですね、はい、あのトップを走ってますからね。そうですね、はい、やはりあの力は安定してますよね、まあ、この初戦ではどうしてもファンの期待はやはり優勝ということになるでしょう。 JB エンゼルスでやります。もう徹底的に先手を取ってね、しかもスピーディーなレスリング、 JB エンゼルスの真骨頂をいかんなく発揮しております。ジャガーね、はい、やはりあの全人エンゼルスが、はい、カナダ遠征から帰って一回り一回り大きくなったというファンの人たちのね、これはもうあの、はい、みんな口を揃えての評価なんですけどもね、はい、ジャガーもそういうふうに思いますか。そうですね、あの何度も言うようですけど、体は大きいんですけど動きは鈍くなってないですからね。それが一番いいところですよね、それであの2人 の, あのペアのコンビネーションなんか最高だなと思いますね。なるほどね、あの動きなんか本当クラシックギャラに気を取らないような、はい、あのペアのコンビネーションじゃないかなと思います。そうですね、大きくなって、はい、まあ、格闘競技者体が大きくなってことは大切なんですけども、はい、スピーディー者が動きがあの半端になったんじゃ何もなりませんもんね。そうですね、ただ太ってるだけじゃ何もないですからね、はい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 、そうか、そういう意味ではね、理想的に大きく成長したというのがこの JB エンゼルスであります。今日はしかし鈴木美香、宇野久子にとっても大切な一戦であります。この絶好調コンビに対しまして宇野と鈴木はどういった試合を展開してくれますか。このあのカップリーグダベスト88での鈴木美香とするから宇野久子というのは解説の宮本さんから見ていかがですか。そうですね、なんて言いますか、まだ自分たちの持っているものが、ね、目いっぱいこうまだ出してないというような気もしますね。まだ今一つ、はい、うん、まあ、やっぱりなんかもう一つこう殻を破れたらあの自分たちの持っている選手がね、はい、生かせるんじゃないかなっていうか、その辺でまだちょっと伸び悩んでるっていうか ね、 そうですね、はい、なんでしょうね。細かい攻撃が出まして思わず悲鳴を上げておりますのがさなえちゃんであります。なんかあの自分がやられているような痛さを感じますでしょう、ね、はい、もうほとんど涙を流さんばかりの両の内さなえちゃんであります。さあトップロープに上がっている山崎一輝、下からお客様にハップを要請しております。縦の森を両方にしてやります。さあ特にファンを引き込んでのね、戦いぶりっていうのは定評があります。今度は宇野久子でやります。宇野久子逆転に転じました。さあロープに捨てるのがいいか、結婚日的であります。気合が入っています。おっと今度はカウントが2ですね、カウント2です。山田圭一、そして宇野久子からの入った気合ぶりであります。そして今度は縦のみタッチいたしました。
が、やはりあのちょっとでも気になったら勝ったという感じでね、活力を持ってなきゃいけませんよね。はい、庄野さん、はい、そのあたりをね、あのもっとね、相手が何を考えてるかとか、そういったことが読めるようになったらいいんだけどということをね、昔鈴木が言ったことありますけどもね、はい、そのあたりのコンビネーションをこの JB からね、この試合盗んでほしいですね。はいはい、さあ今度は山崎一輝、山崎がミサイルキックの先です。そう、ここはうまくタッチに出しました。しかしまた青コーナーに持ってこられました鈴木美香であります。タッチはできたんですけども、イベントして主導権は JB エンジェルス。青コーナーはどうも今日は思うように試合が進められません。辛いですね。やはりあの青コーナーの木下子、それから鈴木美香、今日の JB エンゼルスに敗れたんじゃちょっともういけませんね。そうですね、はい、やっぱりね、あの一方的なペースですけどもね、これ突破口見つけないとダメですね。さあ鈴木美香、どう反撃してきますか。ミカキックが入りました。長いところ入りました。さあここはチャンスでやります。宇野久保で参りました。さあ2人攻撃になった。どうするか。あーっとダブルキック、これは強烈でした。さすがの宇野久保に最大であります。さあ縦流れました。ここは青コーナーが大きなチャンスであります。今少しが飛んだ、カウントが入る。しかしカウントはついでやります。今度は宇野久保、さあジャンドから強烈に飛んだ縦の、縦の、さあおっとカウントが入るが、しかしこれはカウント1であります。さあ2人攻撃がついております。青コーナーであります。2人全バッターに入った。しかしこれはレフリーの権威は認めておりません。おっと山崎がいった。カウントを入れようという手に対しまして山崎さんがいきました。まあこのぐらいのことは仕方がありませんよ、作戦ですから。そして鈴木が飛んだ、ミカキックが出ました。縦の伸びを、髪の毛を捕まえて起こされました。そしてどうするか。さあ井上さんが入っている。おーっと飛んだ。あーっとお互いに絡んで合います。思うような攻撃ができませんでした。さあ今度はベイビーエンブルスが2人攻撃に入った。ベイビーはこれは空振りだ。ベイビー空振りであります。そして今度は青コーナーのチャンス。おーっと2点3点場外への連れ込みました。稲川さん気をつけてくださいよ。場外戦であります。はい、4人の選手が場外にも連れ込みました。リング上で思うような今コンビネーションが始まりませんでした。両チームはーっと放送を突きました。選手に叩きつけられました。選手に叩きつけられた鈴木美香であります。さあ2手に分かれました。おし山崎選手が思い切って鈴木美香を今放送席の机に叩きつけております。カウントが続けられておりました。どうなるか。場外戦が依然として続けられております。そして今入るか。おーっと JB 入れないと、これは大変だ。完全に主導権が握っておりました JB エンゼルス。今のは宮本さん入れなかったんでしょう。そうですね、あの認められないですね。これは痛いわけですよ、はい、JB にとっては。執念ですよ、はいはい、最後は場外戦までは良かったんですけどもね、ちょっと場外戦エスカレートの質であります。入れませんでした。あーこれはあの、いやー今上がってたよねと単にアピールしておりますけども、どうも今のは認められそうにありません。どうしたリングアウトになりますか。そうですよね、半身打てたんですけどもね、はいはい、まあ、足引っ張られましたからね。そうでしたね、はい、今のはちょっと JB エンドですね。半分も入っていたような感じもあったんですけども認められません。 0.5 ポイントずつということになりました。見応えのあるチーム戦を期待したい。早くもファンが到達
という感じ。バイオメーカー塚の入場を待っております。から今場内に姿を見せましたライオネサースカ、階段を降りて、そして階段を通って神宮に登場してまいります。梱包線を見つけてまた広がってきた神宮を展開しております。ライオネサースカ、今日は神宮線でこちらに入ってどういう旅行を見つけていますか。一旦はあのアコーレの赤いチャンピオンベルトを地球に収めました。テープを投げて声援を送る全日本女子プロレス。さあ、バイオネサースカ、そして小倉由美、この試合は30分1本勝負シングル戦であります。かなえちゃん、はい、バイオネサースカ登場しましたよ。すごいですね。今あの長与審査と人気を二分してますけどもね、はい、どんな感じですか。でもすごい雰囲気がなんか違いますね、はい、やっぱりもうこうこの2人の世界が格闘競技者という気がしますでしょう、ね、さあ小倉由美に対しまして今日はライオネサースカどういった試合を見せるか。しかし最近の小倉由美も絶好調であります。あーっとこの回技をお互いに聞いております。臨場であります。早くも火花が聞いております。この前あの、水天井なんか見せましたでしょ、はい、小倉由美にとっては珍しいことなんですけどもね、やはりあの小倉由美もファンに対するアピールっていうのものを最近は大切にしてるんだと言ってましたよね。ああそうですか、はい、さあリング上は大変です。大技が連発しております。さあ今度はどうするか。おっと久しぶりですね。これは今あの小倉由美にはあっという間今あの誘いがためね、誘いに入るのも早かったですね、さあ北方から入って今度は得意の誘いがためであります。小倉由美懸命に我慢しております。得意技が出ました。第2のチャンスか。小倉由美ちょっと苦しくなってまいりました。さあ髪の毛を引き込んだ第2のチャンスか。どうするか。おーっとコーナーポッに立ちつけた。そしてキックを入れました。さあ今度はこちら側、おーっと小倉に落ちました。そして高さを抑え込みだ。これがどうか。カウントが入る。カウントカウントすぐにやります。いやーねーすごいでしょ。すごいですね。今日は陸上熱が一丁です。見応えのあるシングル戦です。さあダブルアームスープレックスの最低に入っている小さな小倉由美どうするか。今日はちょっとこっちの状態が本来ではないと言っておりましたが、こちらを使ってのダブルアームスープレックス、うまく確認するか。なかなか持ち上がりません。さあポンチンの力を込める。今度はどうか。今度は入った。うまく落としました。うまく後ろに落としました。長い髪を送り乱して小倉由美、チャンピオンベルトを持っていないとはいえ現在女子プロレスの最高を手に立っております。ライオネサースカに対しまして、おーっとパイロドライバーか。どうするか。パイロドライバーが、あっと今のはちょっと不十分でした。タイミングがずれたようであります。そしてカウントは2でした。見応えのあるシングル戦が展開されております。おーっと今のは左、今のあの北欧ですか。そうですね。おーっとそしてキックが入った。さあまた入った。接近戦からの回し蹴りが入りました。ダイオネサースカ、そして今度は肘打ちに行きました。これ小倉いいですよ、ね、なかなか小倉が良くなりましたでしょう。わかりました。優しい顔してこの人ね、はい、すごいですよ。
外国遠征から帰ってまいりまして一皮むけました。おーっと攻略だ。あ、今のはスミスですね。ライオンのサーチがたまらず顔を掴めております。さあライオンのサーチの反撃、しかし迫力で勝っております。小倉由美、小倉の投手は大したもんだ。さあライオンのサーチがロープに振って、っあっと、しかしこれはファーストでした。そのままバックドロップ、足を取ってバックドロップ、後頭部を痛めつけられましたライオネスアースカ。今のは海底の逆転技。さあそしてどうかブレンバッターの体勢だ。あーしか得意の滞空時間の長いブレンバッターでやります。きれいに落としました。さあ今度は海底逆転でカウントが2つ入った。カウント2点は小倉に懸命に捉えました。ねえ、早苗さん、いい試合になったでしょ。すごい、もう、はい、もうめっちゃいますもん。さあ今度はどうしようというか、抱え上げて前に落とすか後ろに落とすか、ライオンサースか、あーっと後ろに落としました。あーっと顔面蒼白のオブライで危ない、オブライで危ない。今のはあえてカウントスリーを入れませんでした。余裕のあるライオンサースか、依然として髪の毛を掴んでいる。さあ今度は一気に決めるか、あーっとバックドロップの失敗だ。あーっと背中をキック、さあ後ろからキック、一気に飛ぶか、メディアスコンプに飛んだ小倉由美であります。これは迫力十分でした。小倉由美、あれが小倉由美できるようになりました。素晴らしいですね、本当にね、はい、投手あぐれるね、今のトペでしたね、はい、さあ場外で全国小倉由美賞金が握っております。場外で小倉由美の大技を受けました。ライオネスアースカーッと、今度はエンジン陣のような感じになりました。ライオネスアースカーも負けておりません。ジャガー、はい、なかなかいい試合じゃないですか。そうですね、はい、おっとロープ越しのブレンバッターか、ロープ越しのブレンバッターが入りました。大の字になりました。小倉由美、そしてとどめを刺そうと今ドッグロープに上がった。エルボーとスタートプルを痛かった。強烈なエルボー、入っていればもちろん文句なしだった。カローってかわしました小倉由美。さあ今度はトップロープから飛んだ、あっと1回転、これはしかしおっとバックを取った、お互いにバックを取った。ああジャーマンスープレックスホールドどうか、これまたうまくかわしました。素晴らしい試合であります。素晴らしい試合が展開されております。ファンは狂気乱舞、上万円の上万円エンジスケートセンター、今度は小倉が行く、小倉のキックが入った、うまくかわした。ライオネスアースカ、そしてどうか、片指の体勢に入っております。リバープか、リバープか、リバープか、ちょっと今日は腰を痛めている大意味、この技はどうか、リバープだ、リバープ、片指のため決まりました。強烈でした。いいですね、まずねえ、稲川淳さんが観覧しております。なんか先を読んで、途中読んで、すごいですね。その試合のね、緊張感といいますかね、やっぱりその集中力をね、よく持続して、本当にあの素晴らしい試合でしたね。しかしあの今の最後のライオネスアースカね、あれでギブアップでしょ。本心の力と、気圧みたいなのがこもってたんでしょうね。そうですね、はい、まあ、本当を狙ってたところはあるんじゃないかなと思いますけどね、はい、いやライオンスタートが見せました。キャッチ満点のギブアップ技、見事に決まりました。スケートセンター場内が安定いたしました。今日のメインイベントがこれから始まります。まず青コーナーに国門島の入場だ。ご覧ください、いつもの名キャップ、国門島投手ブルー中野、いかにも不気味な雰囲気で今ゆっくりと花道を通ってリングに向かっております。Thank you.
帰りました。不気味な音楽が高くなり響いております。今放送席の横、ひろっと今放送席を一列いたしました。この中にあります稲川さん、何か放送席を睨んでましたですよ今。はい、阿部四郎からひょっとしたら今日の稲川さんの態度が控えて報告されてるかもわかりませんよ。やめづらい驚いて、やる気持ちしてるんですけど、稲川さんの顔が違うんですよ。そしてその後ろにダイナマイトジャックが控えております。場内に照明がつきました。音楽が変わってこれから国際巫女西脇巫女ファイヤージェッツの入場であります。ファイヤージェッツとしてもこのタッグチームダブルス88は今一つの成績で、宮本さん、この一戦負けそうなことがありますとひょっとしたら優勝候補と言われていた3人なんですけども、さすがと言われても仕方がありませんね。はい、上位陣にはね、さんの話を聞いていた3人、今なんとブルナカノが放送席を救急であります。そして今ファイヤージェッツの3人を選手されました。おっと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 、西脇三つ子は捕まっている、ブルナカノが捕まっている。そして今国際三つ子も捕まった。西脇がやられた。すごい場外乱闘になった。すごい場外乱闘になった。これはダンプ松本以上であります。ダンプ松本以上の場外乱闘が展開されております。おーっとどうしたか、あーっとやった。稲川さん国際巫女もやられました。おーっとどうやら阿部四郎が動かったあーっとちょっと稲川さん生きてますか。大丈夫。おっとまだ阿部四郎がやっております。稲川さんも何か逃げてます。怖いよ。マイクロフォンがね。稲川さん、このマイク。とりあえず、はいはい。かなえちゃんはいますか、かなえちゃん。そうそう、後ろにいた方がいいよ、後ろに。稲川さんの後ろに。稲川さん、マイクは大丈夫かな。いやー、何かの宮本さんにね、解説をお願いしている途中だったんですけど、何を質問したのか忘れちゃいました。いやなんかもうね、ヌンチャクが飛んできましたね。はい、はい、いや、驚きましたね。驚きましたね。今までね、プロの中のダイナマイトジャック、獄門島はですね、悪いことはしても、何か有権で放送席をアイスターの迫力ある攻撃をしたのは初めてだったんですか。初めてですね。今まで来ませんでした。僕もね、びっくりしましたね。今までね、どの中から放送席をね、一度もアイスター形で吸収してないの。稲川さんが今日来て阿部四郎を挑発したからこういうことになったんですよ。え、怖かった今日。まだ危なかった。大変なことになりましたね。さあ、この試合はタックリーグダベスト88公式リーグ戦でやります。今日は国際ミコ西脇ミツコ対ブルナカのダイナマイトジャック。あ、そうだ、宮本さんにさっき聞いたのは西脇ミツコと国際ミコが今日負けるようなことがあるとちょっと優勝戦線から完全に脱落と、こういう風に言ってもいいんじゃないでしょうかと、そういう質問じゃなかったですかね。はい、そうです。ファイヤージェットですけどもね、はい、まあ、上位陣にはね、引き分け、はいはい、プロが勝ってるんですよね。しかし、下位のね、下位グループの取りこぼしがね、あるんですよね。まだ必要と、はい、に負けたんですけどね、はい、まあ、油断負けといったところがあるんですけども、はいはい、やはり、それだけやっぱちょっと安定度が欠けるっていうところですよね、うん、そうですね、はい、さあ、今日はどうしても負けるわけにはいきません。ジョーさん、稲川さんのあのマイクロフォンは依然としてダメみたいですね。どうぞ、今度は入ってるかな。あ、今度はその前クローンはいいみたいですよ。はい、思ってもみなかったベルナカノ、そしてダイナマイトダックの放送席集中がありました。マイクロフォンがやられてしまいました。さあ、リング上
どういった形で試合が始まったのか私もはっきりと見届けてはおりませんが、とにかく30分日本勝負、試合が始まっております。千代さん、はいはい、さっきの話ですがね、はい、やっぱりファイヤージェッツはあの山田豊田チームにね、切った黒星が痛いなってこと言ってましたね、試合前に負けたんですね、はい、絶対負けるはずがないと思ったんだろう、負けてしまって、はい、非常にあの星が痛いと見てましたね。そうですよね、まだまだね、本人たちは挽回可能だと思ってますんでね、はあはあ、今日の強敵を絶対倒すなという ね気持ちで言ったんですが、はい、ちょっと最初からね、これじゃ参っちゃいますね。いや、あの三宅君のところに行ってくれたらよかったんですけど、いきなりあの放送席のね、ゲストのところに来られましたんでね、どういう風に試合が始まったのか僕は見てなかった。多分稲川さんに挨拶に行ったんじゃないかと思いますね。挨拶にしてはちょっとね、怖すぎますよ。放送してね、投手として初めてね、稲川さんが来てくれたんで、怖い怖い、ちょっとその投手になりましたという挨拶に行ったんじゃないかと思います。昨日の夜あたりダンプ松本から電話がね、ブルナカのところに入ったのかも分かりませんよ。いや、バカ言っちゃいけませんよ。いや、もうあの涙出してますね、稲川。いや、これ息が止まったんですよ。それからね、放送席の近くに安倍志郎がいますから気をつけてくださいよ。安倍志郎睨んでますから、あっと今度はカメラマンに対しまして必攻撃の安倍首相であります。千代さん、はいはい、あのね、あのブル中野選手ですけどもね、あの城ヶ崎が城之内早苗さんはね、はい、あの安心していただいて構わないと思いますけどもね、あの城之内早苗さんの歌が大好きなんですって。あ、ブル中野、あの流氷の手紙とかね、非常にね、聞いてるそうです。ありがとうございます。ただもうとにかくあの稲川淳二二吉なんだ、ね、勢いで飛ばしていけないように、城之内さんはいいけど稲川淳二さんは許せないと。いや、じゃあ、やります。稲川さん、もうあの控えて見ててくださいよ。控えて、控えて、本当にもう控えですよ、自分的には。冗談じゃないですよ。稲川さんがね、座っている限り放送席の安泰は保証されません。はい、できたらどうぞあの帰ってご覧になってください。あんまですよ、これあんまですよね。あー、危ない、またあの西脇ミックは場外ですね。今あのまた目つぶしか何かが飛んでるみたいですね。あの口からですね、何かあの白い粉が、はい、目に吹きつけたんですね。赤い粉はね、はい、目つぶしは白だったんですね。そうですね、はい、はい、あー、とにかくですね、いろんなことをやっております。青コーナーであります。ドクモンと、おっと、またまた口からね、白い粉を吹きまして、リアルと笑いました。ブル中野であります。ファイヤージェッツが今日はいい強敵になりました。そしてクリクリが出ました。エプロンでのクリクリであります。エプロンでのクリクリ、また放送席に来るか。おっと、ホッタユニコ捕まった。あ、こちら側ではホッタユニコクリクリだ。放送席の前でトレミオが来てあります。トレミオがのクリクリが展開されております。あっと、ホッタユニコやられました。今日はね、ファイヤーですが、あの弱り目に使われてるんですが、対戦相手が悪かったような感じですね。かなり凶暴ですね。凶暴ですよ。さあ、リング上では西脇ミッコをやられております。カウント2が入りました。ブル中の西脇ミッコを捕まえております。ジャガーにもね、最初の挨拶のところでちょっとね、聞いてみたんですけども、ファイヤーゲット大きな試練の壁にぶつかってますですね。こういうふうにしてみんな大きくなってますからね、はい、絶対本人たちしか乗り切れないことですからね、頑張ってもらいたいなと思いますけどね。今日はね、その相手が悪い、徹底的にブル中野、そしてダイナマイトジャックの前にもやられ放題という感じでやります。やり放題の青コーナー、ブル中野、そしてダイナマイトジャック。さあ、今度はどうするか。バイルドライバー強烈です。ブル中野、さあ、またカウントが入る、またカウントが入る。足が伸びました、足が伸びました。稲川さんもね、さすがにシーンと静まり返って声が出なくなっちゃいましたね。遠慮なく声出してくださいよ。私の前に見るわよ。ニュートラルコーナー、アルコールの姿がありまして、稲川さん声を出そうにも出せません。さあ、ファイヤーゲット反撃に打ったんですけど、そしてホッタユニコが出ました。2人攻撃、しかしこれはあっと、テレビリーが許しません。ようやくファイヤージェッツ、自分のペースに試合を持っていくことができるか。ここまでの強烈なラリアート、ブル中野ラリアートの炸裂、西脇ミッコ、あー、そして体当たり、ダイナマイトジャック、ダイナマイトジャックの世代の前に突き飛ばされております。補選西脇ミッコ、まだいつか体当たりであります。
重量攻撃に右足の動きが止まりました。塩野さん、はい、あのね、相手がね、ジャックじゃなくてね、岩本と組んでくれたらね、もっとやりやすかったのになってこと言ってましたね。ファイヤーですが、それはどうしてかな。あのやっぱり岩本の方がね、同期でもあるし、やりやすい分が大きいみたいですね。なるほどなるほど、とにかくこの2人じゃね、相手が大きすぎて何もできない。すごい、ファイヤーですが、とにかく体は大きいし、ベテランですね。この人は相当なあのキャリアを持ってますよ。さあ、今度は上から行きました。それにいたしましても、今日は完全に自分のペースで試合をやっております。青コーナー、その中の、そしてダイナマイトジャックでやります。ファイヤージェット、今、カットが許されました。さあ、ホットアイムと出ました。ホットのキックが入りました。なんとかやはりあの、試合の主導権を握りたい、自分のペースに持っていきたいというファイヤージェットでやります。さあ、3攻撃、どうするか。さあ、2人で初回を1回戦でやります。しかし、あの2人だけで扱ってもなかなか自分が思うように扱えません。さあ、2人くれんばっさ、こっちは2個上から乗っかりましたが、カウントは1であります。大きな大きなダイナマイトジャック、あおった2個また捕まえている。さあ、今度はどうするか。くれんばっさの体勢でお互いにくれんばっさだ。くれんばっさの格闘になるか。あーっと、負けておりませんが、こっちは2個1回くれんばっさ入った。これはうまかった。上から行くわ。あーっと、またヌンチャクが出ました。ゼルナカのヌンチャクが出ました。せっかくのチャンスだったんですけども、狂気が出ました。さあ、当然としておりますリングサイド。あーっと、これはバックドロップホールドにしている。レフェリーがいない。レフェリーがおりません。あーっと、っとっと、レフェリーがいませんでした。今のはちょっとあの早かった。危なかったですね。危なかったですね。もうカウント入れたらね、完全にもうスリーカウントいってますからね、これはあの助かりました。さあ、もう一回ローフィニッシュして、これだから、ホッタイムといった、ホッタイムと、思いっきりぶつかっていきました。そして、西脇道子は行く、どうするか、あーっと、2人攻撃であります。連携プレーが出ました、ファイヤーです。さあ、今度はどうするか、また連携プレーが出るか、あっと、西脇が捕まった。そして、その中のにホッタが捕まった。連携プレー、2つに終わりました。回転、1回転。そして、西脇がトップロープに上がる。さあ、ホッタインクは、その中のを捕まえて、1対1と入りました。この辺りは綺麗に決まっております。ファイヤーです。さあ、そして、ホッタインクバックを取った。おーっと、これは大ボケあります。カウントは、カウントは2点は、プレッシュゴールド。今のは惜しかった。ああ、惜しかったね。今度はどうするか。さあ、もう一回行く。おっと、ちょっと逆にかわされました。逆にかわされた。あっと、カウントはスピードであります。いやー、一戦のビドットため。今、あの、大技に行こうとして、そうですね、堀田選手はですね、フィッシャーマンスープレックスボードに行こうと思いました。それを逆に、はい、あの首固めにね、切り返されてしまいましたね。そうですか、はい、ねえ、いやー、この辺りが見事とした、この中の